皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は南の島で大統領生活を満喫するゲーム、トロピコ5をプレイしていきます。よし、それでは次のマップをプレイしていきましょう。火曜とフォーチュナ、これ一番最初のマップだよね、確か。戦争とはろくでもないものだ。金が山ほどかかる割には得るものは少ない。新世界機構はロジックと政治と金を使って戦争を止めようとしたが、その全ては失敗に終わった。世界を変えるにはもっと強い力が必要だ。強い力、つまり恐怖が。恐怖？軍じゃなくて。かつてないほど強力な兵器を作る必要がある。その存在自体が戦争を終わらせるほどの、それだけの破壊力を持った兵器を。あ、やっぱりそうだね。軍事力を伸ばそうということだ。このような計画を実現できるのは一人しかいない。天才科学者エイブラハム・ツバインシュタインだ。私が財産を保管しているあの国から彼を連れ出さなくては。ツバインシュタイン。これは一つ目の島だね。二つの島を行き来してるんだよね、今ね。あ、憲法を制定してください。え、これ今決めなきゃダメなの？ちょっと、あとで決めたいんだが。あ、とりあえず、全住民投票で、政教分離、徴兵制。ま、この、なんか無難な憲法で行ってみようか。5年に一度変えられるんだよね、憲法は。我が弟子よ、どうやら天才科学者のエイブラハム・ズワイシュタイン博士がドイツから逃亡し、スイスに隠れているようだ。え？スイスを買い取るって言ってる。スイスを買うの？スイス銀行口座に5万ドルを貯める。これが今回の任務なんだね、最終的な。はい。5万ドルを貯めるって。大変なことだけど。スイスを買うって、国を買えってこと？そうだよね。そうだね。一番最初のマップに帰ってきたんだね。支持率が 71% あるからね。二つ目の島はもう支持率が3割切って、選挙ができなくなっちゃってるからね。じゃあ、とりあえず布告とかをした方がいいね。建築許可。これで、建設費の 20% がスイス銀行入るんで、これちょっと発布しておきましょう。どんな街だったんだっけ？まだ特に何もないんで、違う。あれだ。礼拝堂が3つもある。無料の礼拝堂をもらったからって建ててみたんだよな、確か。あと、チーズ工場があるね。製材所。ここで丸太を切って製材所で、板材にしてるんだね。この辺りに、これだね。ここでヤギ。このヤギのミルクをチーズにしてるんだね。プレジデンテ、あなたの試みに敬意を表します。馬鹿げていると思われても、諦めずに挑戦するものだけが不可能を可能にするのです。これ、アインシュタインだよね。第3次世界大戦はどうなるかわからないけど、第4次世界大戦は間違いなく石と棒で行われるだろう。有名なセリフだよね。ここで、トウモロコシと砂糖、そしてコーヒーを作ってるんだね。砂糖とコーヒーはそのまま輸出してるみたいだ。あと新聞社があるんだね。タバコ、コーヒー、まあ、いろいろ取ってるけど、あんまり研究とか進んでる感じじゃないね。研究は予約だけ入ってる。今研究は、白旗の研究をしてるみたいな。大使館だね。お、クエストが出てるぞ。みんな世界大戦における仲間を作ろうと、右に左に駆けずり回っています。外交官としては役得の状況ですな。大使館を建設して外国の大使を招いてください。よし、任せろ。大使館だね。大使館今研究中なんだよね。そうだね。白旗の研究をしないと大使館が立たない。じゃあやることないな。早送りしようか。ちょっと何か今のうちに建設して増やしておきたいね。お金を貯めるのも悪くないか。でも礼拝堂が3つあると絶対無駄なんだよな。これ減らしてもいいんだけどね。ちょっと考えたいな、そこは。いろいろなもの取ってるのはいいんだけど、特化して工場を建てていこうか。葉巻工場やラム酒蒸留所はもう作れるんで、タバコをもう一つ作って、ここにタバコ農場あるんだよね。タバコ農場をもう一つ増やして、葉巻工場を作りたいね。やあ、プレジデンテ。君が高貴な目的のために努力していると聞いてな。ひょっとしたら君に役立つかもしれない話を持ってきた。アメリカはとあるイタリア生まれの天才科学者を枢軸国の兵器開発から離脱させるとしている。つまり、おびき寄せるためにノーベル賞をでっち上げろって言ってるんだね。
報酬は、スイス銀行の口座に報酬がもらえる。あ、しかも大学教育を受けた10人の移民がもらえるって、これすごくいいね。連合国に1万ドル払えって。はい、OK。あ、うわ、教育10人ってすごいいいね、これね。タバコ農場をもう一つ増やしましょう。割とどこでもタバコ取れそうな感じなんだけど、ここが良さそうだね。タバコ農場を増やします。綺麗だね、農場が並んでて。でこことここにタバコ農場があるんで、この近くに、タバコ工場も建てたいね。1万円払っちゃったからな、少しお金が減ってきちゃったね。新聞団はなんか派閥を断罪とかそういうのでね。新たに22名がトロピコに到着しました。よーし。大卒の人をね、10人送ってくれたらしいんで、工場でね、働ける労働者も来たはずなんだよね。だから、合わせて作ってしまおうかな。これだね、葉巻工場。タバコ農場の目の前に建てます。学校とかも建てたいけど、まだ建てられないんだよね多分。アパートなんかはもう建つんだ。酒場やレストラン、キャバレーやオペラハウス、そういうのもあるけど、まあそういうのはあれだね、支持率が下がってからでいいよなギリギリを攻めたいな、ギリギリを。あとは軍事施設をどれぐらい建てるかなんだけど、どうやらもう学校は建てることができるみたいだね。学校ないよね、まだね、これ。この町に。学校は早めに建てないと効果が発揮されるまで時間がかかるんで、高校は建てておこう。とか、この辺りに。空き地があるからね。はい。高校です。これでね、高卒が増えます。高卒とか大卒じゃないとね、つけない仕事が結構あるから。高校、大学もある程度早めに建てた方がいいかもしれないね。今なら少し予算に余裕があるからね。外から呼び込むんじゃなくて、島民たちを教育していくんだ。ちょっとバラックがある家が足りてないようだね。家も少し増やしていくか。家ないとね、支持率がダダ下がりになってしまうから。簡易住宅を建ててたんだよね。4世帯に住まいと食べ物。一般住宅っていうのはかなり高いから、まだ簡易住宅いいかな。どこに建てようか。アクセス悪いところに建ててもね。あ、ここに空き地あるからここに建てるかデッドスペースを有効活用するのだ。よし、 OK。 どこに建ててもいいっていうんじゃなくて、基本的にトロピコの島民たちは職場から近いところに住みたがるはずなんだよね。この辺りに建てれば、多分タバコ農場とか葉巻工場で働いてる人たちが住んでくれるはずだよね。建築されるのを待とう。プレジデンテ、我々の研究者は全く成果を上げないので、フランスの発明品を盗み出すことにしました。お、大使館がアンロックされたようです。はい、来ました。これがミッションの一つだったね。大使館だから外交だね。大使館、はい、大使館です。大使館を建てなさいというミッションなんですね。建てよう。これね、多分アクセス悪くてもいいんで、ちょっと海沿いにこんなところに建ててもいいのかな。あとあとなんか国際問題にならなきゃいいけどね。はい、ここに建ててみましょう。海沿いです。一応道をつないでおこうか。バラックを潰しながらね。はい、内陸部の方はね、畑とかいろいろ建てたいものが多いと思うんだよね。だからその海岸あたりがね、あんまり何も建てたいことがないから。このシリーズはよくわからないんだけど、前のシリーズではだいたい大使館とか入国管理局とかね、そういうのは全部海沿いに建ててました。お、連合国からトロピコに4799ドルが送られてきました。時間はかけがえのないものであり、スイス人ほどその重要性をよく知る者はいない。枢軸国の諜報網により、イギリス軍の将校の多くがスイス製の腕時計を使用していることが判明した。トロピコの防気サイトを使って腕時計の時間をおかしくする地味な嫌がらせだな。防気サイトだって。防気サイトか。防気サイトって鉱山で取れるんだよね。どこにあるんだ、これかな。ちょっと探索チームを送らなくちゃいけないね。3箇所ぐらいあるんだけど。よし、じゃあちょっと探索チームを送るとしようか。はい、新たに15名がトロピコに到着しました。ものすごい勢いで来るね。プレジデンテ、トロピコを一つにしているのは他でもないあなたの存在です。あなたがいなければこの国は崩壊し永久に失われてしまうでしょう。
37人のいとこがいるの。あ、この37人の中から一族に1人増やすんだ。腕相撲コンテストの優勝者がいいかな。いや、シンクロナイズドスイミングコンテストをして優勝者を入れよう。あ、よすぎが誕生した。やったぜ。新しい能力を1つ授けることができる。住居の建設費が 5% 減少。地主、これにしよう。貫禄あるな。ダミアン・ハヤトス、はい、ダミアンが生まれました。少しずつ一族が増えていくんだね、イベントで。葉巻工場では、あ、葉巻工場ものすごい人数働いてる。こんなにいらなくないか。他に働き先がなかったのか。たくさん葉巻作らなきゃね。あ、もういっぱいだね。データ見てみようか。失業者2人。そうか、だからこんなにもたくさんの人が働いてるのか。基本的には加工した方がお金は儲かるはずなんだよね。どんどん加工していきたいところだね。ちょっとお金が足りなくなってきてるから、もう少し収益を上げてから。支持率が少しずつ下がってるんだよ。これちょっと確認しておこうか。この支持率の低下の原因は何だろう。共産主義者の支持をかなり集めているようだね。宗教信奉者には嫌悪されている。全住民投票と政教分離国家が、まあ、真っ向から反対してるんだよね。政教分離は共産主義者も宗教信奉者もどっちにも嫌われてしまうのか。このままの方がいいかもな。今まあ 56% あるから十分だよね。もっとひどいことになってから考えよう。住人の幸福度が上がればもう少し支持率は上がるはずだ。こっちを見てみようか。幸福度、医療がないので病院だね。あとは娯楽だ。娯楽は利益も上げるみたいだね。娯楽の建物は赤字ってわけじゃないんだ。これはいいかもね。ホームレス9、失業者3、このあたりはいいね。宗教は質が低いな。娯楽の建物を建ててみよう。娯楽、今娯楽は酒場があるのかな。酒場がここにあるね。多分酒場しかないので、ちょっと娯楽に関する建物を建ててみようか。レストラン、これはいいかもしれないね。レストラン、僕はこの辺り、はい、レストラン。さらに高級娯楽施設、これは高卒とか大卒とかお金持ちが使う施設だね。オペラハウスにするかキャバレーにするか。とりあえずオペラハウスを建ててみよう。はい。で、あとは、何が低かった。自由が94ってすごいね。ものすごい自由だね。何しても許されるみたいな。あと医療だな。医療は、診療所、あ、これか、診療所。よし、診療所を建てよう。これはもっと早くあってもよかったかもしれないな。じゃあここにちょうどいいスペースがあったね。結構使われてるね。礼拝堂からたくさん人が出てきてる。こんなに大量の礼拝堂使われてるのかなって思ったけど、割と使われてるようだね。近づいて見てみると気づくんだけどさ、割と市民、道がないとこ歩いてる。市民じゃない、島民か。道路あるんだけど割と自由だな。あの、他人の家の庭とか平気で歩いてる。あとこの公園みたいなところも歩けるみたいだね。建物の上は、来年は選挙の年です。選挙を行います。誰が出る。よし、じゃあ地主ダミアン・ハヤトス、こいつで行こう。来年はちょっと後継ぎに。おい、支持率が 43% しかないぞ。どういうことだこれは。やばい、あと1年しかないのに。対立候補 57% の支持を集めてる。どういうことだこれは。なんでこんなに支持率が低いんだ。とてもまずいぞ。この島に多いのは、共産主義者と宗教信奉者が半々ぐらいなんだね。どうする。何か革命を起こさなくては負けてしまう。あ、新しい統治者を選んだことでマイナスがついたのか。元大統領が良かったんだ。どうすれば支持率が上がるんだ。とりあえずね、いろいろな建物を建てて幸福度を上げていこうか。もっと幸福度を上げるだけででも勝てるのかこれ。娯楽は上げた。あと治安だね。治安が低いんだ。宗教はもう上げようがないからな。治安は、そうか、軍事だ。軍隊の建物が足りないんだこれ。そうか、
つまり、監視塔を増やしてみるか。これがまあ、とりあえず、効果を発揮してくれるといいんだけど。さあ、オペラハウスも立ったぞ。これでどうだ？支持率は？動かない。なぜなんだ。やばいな、これ。クエストやってる場合じゃない気がするけど、どうしよう。あ、41下がったぞ。なんでだ。ちょっと待って。支持率が下がっていく。アナベラ・ラモス何者なんだ。アナベラ・ラモス。名誉を損なう証拠をでっち上げる。あ、宗教信奉者のリーダーなんだ、こいつ。そうか。だからだ、これ。宗教支持派閥が全員この人に投票してるんだ。どうする？つまり、この派閥の94人が全員あっちに行ってるんだ、これ。じゃあ、こっちは共産主義者を全部取り込むか？政教分離国家じゃなくて、どっちに行くかだよね、だから。宗教を全部切るか、いっそ共産主義者に全部寄っていくか。極端に。軍国主義者の支持をもっと上げることができればまた変わるのかな。40人しかいないもんな。宗教信奉者を取り込んだ方がいいな。共産主義者だけによっても96人しかいないから。宗教信奉者の方によるのであれば、もっと神殿とか建てられれば、ちょっと支持率が上がるかもしれないね。あ、教会。これを建ててみよう。ちょっと礼拝堂3つあるところにさらに教会建てんのかっていう話ではあるんだけど、まあ建ててみよう。どんだけだよっていう。仕方がないよな。選挙で負けるわけにはいかんのだ。ゲームオーバーだからな、おそらく負けたら。建ててみよう。よし。ちょっと礼拝堂減らすとするか。いや、選挙が終わってからでいい。選挙が終わるまでは残そう、3つ。ちょっとね、そういうのは大事なことだよね。だったんだけどな、診療所も。場所が遠くて通えてないとかあるのかな、ひょっとして。そんなに遠くないよね。あと8ヶ月しかない。あ、支持率が少し上がったぞ。44%。宗教派閥の切り取りに成功しているのかもしれない。あ、憲法の選択肢がアンロックされました。来たぞ。これで何か得られるんじゃないか、支持が。警察国家。あ、警察官の数だけ得票数が増加する。これは大きな効果を発揮しないかな。買収した票が3倍になる。これも悪くないな。これで買収していくっていう。でもなぁ。いや、警察官の数だけ得票数が、そっか、これでいってみよう。警察を増やす。つまり軍隊だよね。見張り台増やしたからね。ちょっと効果あるかも。これ移民国家が良くないと思うんだよなぁ。新しく入ってきたやつらってあんまり、なんか反対派閥に入るやつが多い気がするんだよね、この移民国家って。鎖国したいぐらいなんだけどな。反対派を全部殺して鎖国するかも。いや、まあまあまあ、もう少し頑張ってみよう。まだそれには早い。支持率 45%。 悪くないぞ。ちょっと賄賂を渡してみるか、反対派閥のリーダーに。どれだっけ、反対派閥のリーダー。アナベラ・ラモス、これだ。よし、醜聞捏造。アナベラ・ラモス、敵対派閥のリーダーに醜聞を捏造するのだ。あ、 50% になった。すごい。5割になったぞ。さらに醜聞捏造するか。2回いけんのか。はい。いや、2回は効果がないみたいだ。でもトントンまで来た。あと少し、あと少しだ。教会が立てばいけるかもしれんな、これ。5割は怖いな、正直。あ、よしよしよし、52になった。聞いたのかも、キャバレーとかが。キャバレーじゃない、これなんだっけ、オペラハウスか。あとはこの教会が立てばきっと宗教支持者の支持が上がるはずだ。ギリギリの戦いだな。ちょっと他の項目も見てみるか。プレジデンテ、どうやらもうすぐ世界大戦が始まるようです。兵舎を2つ所有してください。はい、兵舎を2つ所有しろって。まあいいかもね。ちょっと軍隊足りないよね。
軍隊増やせば軍国主義者の支持も上がるはずだ。弊社今クーデターとか起こされたら大変なことになるからね。軍が少なすぎて宮殿の近くに兵舎を2つ建てておこう。あと3ヶ月支持率は 53%。 教会まだ建たないのか。急いでくれ早くしてくれ。建設優先度を上げよう。急ぐんだ。よし立った。 OK。 これで支持率が56、相手は40。これなら勝てるんじゃないか。もう勝ったも同然だな。道端で会った男に救済の日が近づいていると言われました。あ、宗教信奉者の支持が上がるって。宗教施設を一つ建設すれば。また建てるの。でもこれはかなり大きいよ。よし建てるぞ。そう、ここで何か安いものでいいね。礼拝堂、安い礼拝堂を一つ建ててしまえばいい。礼拝堂多すぎなんだが、はい、さあ立ちました。これで新たな宗教施設建てたよ。あ、 64% になった。これで勝てる。不正などしなくても勝てるもう見渡す限り宗教施設だらけになっちゃった選挙に勝つために無駄な事業を全て。実際の社会でもこんな感じなんだろうな。選挙のための公共事業だよ。あと1ヶ月だね、選挙まで。選挙が終わってから次に進むか。お金なくなっちゃったね、いろいろ立てたことで。はい、選挙に勝ちました。総得票数の 63% を獲得しました。 OK。 ギリギリだった正直。よし潰そう。さあ潰すぞ。こんなにいらないぞ。多すぎるんだ教会と礼拝と1個ずつでいいよ。土地スペースの無駄だ。今回はここまで。チュートリアル部分を抜けてプレイの幅が広がって一気に面白くなってきましたね。この先ゲームオーバーせずにクリアすることができるのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。